ジの国に。今回はこれ、リュックインバッグ。100円ショップダイソーで330円で買ってきました。あ、ちょっとこれ外しますね。リュックサックの中身をスッキリ収納。こういったリュックに入れるインナーバッグ。はい、これ。ポケットのないリュックもスッキリ収納。確かにリュックの中身、メインスペースはポケットないものも多いんで、こういったバッグがあるとしっかり収納できそうな感じはします。ただちょっと今回気になった部分もあったんで、細かく見ていきたいと思います。で、まずはこれが全容。こういった手下げになっていて、表の部分にポケットスペースが1つ、2つ、3つ。で、ここ、メインスペース、ジッパーがついていて、ここはズドンと1スペース。こんな感じになってます。で、ちょっとわかりにくいんですけど、前面も背面も薄手ではありながら、クッションというかスポンジかな?緩衝材入ってるんで、横のマチと、底のマチには入ってませんけど、側面はややクッション性あり、はい、こういうシンプルなバッグなんですけど、とりあえず、中に物詰めてきます。いきますよ。せーの、ドン。はい、こんな感じ。で、入っていたもの、これを取り出してみると、まずはこのメインスペース、ノートパソコンが入ってました。これはちなみに 11.6 インチ。ここはおそらく14インチぐらいまで入りそうですけど、本体サイズは 26.5×3.5×33.5 センチ。とりあえず僕の 11.6 インチのノートパソコン、Chromebookですけど、これはスポスポ。で、この前面ポケット、写真でも iPad が収まってるんですけど、これ iPad mini なんすかね。僕の iPad mini、これが1枚入れたら横に1センチちょっと隙間ができるぐらい。なんで僕はよく iPad mini 2枚持ち歩くんで、これ2枚余裕で入りました。で、僕がさっきちょっと気になったポイントがあるって言ったんですけど、それはここなんですよ。この幅分のポケットを2つに区切っちゃうことで、結果的にこれ、はい、この前ご紹介したダイソーさんのモバイルバッテリー1万ミリアンペアは、これがぴったりは入ったんですけど、ここ、スマホ入らないんですよ。もちろん入るサイズのものもあるかと思いますけど、おっぽりの 7A は入りません。で、かといって、このペンホルダーいるかなっていう部分、ここもちょっと疑問に思ったんで、このスペース、できれば1個のポケットにするか、幅は1個にして上下で区切るか、そっちの方が良かったような気はします。というのも、はい、これだけ入ってたんですけど、あと入れたいものとしては、充電器ありますよね。これ入るスペースがありませんでした。まあ、ただそうなってくると、こういったカラビナ付きのちっちゃいバッグがあれば、はい、これ中には、これもダイソーさんで買ったマウスが入ってるんですけど、こういうものを、例えばこの取っ手、こうやってぶら下げるっていう、こういう使い方もありかと思いました。で、これ単体でも持ち運べますけど、リュック用のインナーバッグなんで、やっぱりお値段が安いんで、あまり多くを求めるのは酷ですけど、この上部にももう少しポケット欲しかったような気はします。はい、ということで、今回ご紹介したリュックインバッグ4ポケット、説明欄に関連リンク書いておきます。必要な方はチェックしてみてください。いや、狙いは良かったと思うんですけど、もしよかったら、ダイソー3店頭で実物を見て確認してみてください。ではまた次回。